やっちゃったはい、ということで皆さんこんにちは、ピアペパジャパンの松尾と山口です、はい、やっちゃいましたやっちゃいましたはい、ですね、この動画をご覧の皆さん、この動画が、この世に出てるということは、松本は4回目の撮影でございますいや、5回目じゃん。5回目か、そうか前回もなんか俺アーティやった時にあのダイニングメッセージみたいな見ました、俺が作ったアーティの動画。ダイニングメッセージみたいな入りだったんですよ。データが2回消えて3回目で撮れて、もう3回目になった時に同じようなこと言ったんですよ。はいはいはい、あのこの動画を見れてるってことは僕がこの動画をこう世の中に出せたということですみたいなで、まあ、メモリーカードがあの壊れて、今回そのアーティの後にまたやったんですよ、この V ランドの動画と、次販売するね、これ山口さんが動画撮ってくれたんだけど、もう俺ノイローゼになりかけて5回撮影のやばいじゃんで、あのちょっとこれの撮影とかもやったんですけど、全部データがあのメモリーカードでクラッシュしまして、新しいメモリーカード買ったんですよ。で、今山口さんと2人で撮ったんですよ、はい、まあ、オープニングまでだけど今回はオープニングまで撮ったら、山口さんがあのカメラを接続し忘れてるというですね、すいませんことをやらかしまして、松本は、V ランズ5回目ですはい、だからなんかもうその山口さんに頼んだんですけど、山口さんが一緒にやろうって言うから、おちょやるよっつって来たものの、俺喋るけど、俺も喋るけども、絶対言い忘れることある。もう5回やったらだって絶対どっか何か言ったじゃん俺みたいになってるじゃん、多分どっかで、はい、忘れると思うんで、実質多分2人でやる方がいいだろうと、ということで結果的に、全てが丸く収まったんで、本日は、V ランズ、V ランズですね本日というかもう俺5回目だけど V ランズですはい、じゃあ見せていこうかな。この V ランズは、まあ何でしたっけ、さっきも言ったんだけど、 V ランズのいいところみたいに言ったんだけど、美味しい、はい、美味しい、美味しい、はい、簡単、簡単、簡単、楽、楽、楽ですね。なんだっけ、コイル長持ちがいい。あれもう一個だったよね。なんだろう。誤解やってっから何を言ったか言ってねえか分かんないんだよ、もう。綺麗。綺麗、綺麗、かっこいい、かっこいい。あ、いじれる。改造できる。あ、そうっす。あ、そうそうそう。そこぐらい、そこぐらい、そこぐらいね。ありますんで、まあ数動画はもう出したんで、自分がもうあの今回はセットアップということで、今回新しいオプションと、新作のスペシャルエディションとかが出たってことで、ちょっとセットアップでやっていこうかなと思って並べてますんで、じゃあ見していきたいと思います。じゃあまずは純正の V ランズから。はい、もともとあったやつでーす。 V ランズこう見えてクリアロでございます。 G2 カスタムのやつですね。で、次がオプション メタルタンクね。頃からもメタルタンク出してたんですけど、シンプルな、こっちはちょっと模様が入ってるこういうメタルタンクになってます。ほい、こんな感じ。かっこいい、うん、それがかっこいい。これかっこいいですよね。で、次がこれなんだっけ、セブンティーンメタルタンク、80メタルタンクかもしれない、まあ、ハーフメタルと呼ばれてる、あの樹脂とね、あれがあれしてるやつですね。で、最後にスペシャルエディションサテン調のやつです。これが世界限定10個になってて、まあこんな感じですね。まあちょっとで、まあこんなんで、あとまあコロのリングとかもね出てますんで、まあこの辺のセットアップをやっていこうかなということで、はいはい、動画をどうぞ。はい、じゃあ手元からやっていきたいと思います。はい、はい、行きます。じゃあ、まあ、まず V ランズを見せていきますか。まあ、V ランズもこんな感じですね。まあクリアロの中ではすごいかっこいいし、なんて言うんだろうな、いい感じなんですよ。元のデザインからシンプルでいいっすね。そう、まあ、ホーリアッティとかのオプション作ってる G2 と V チューンが作ってるオプションメーカーのコラボで出てるって、まあ珍しいよねっていうやつですよ。ってで、今回出たやつもじゃあちょっと見せてあげようか。今回出たやつがこれ、スペシャルエディション、こんな感じ。クリアタンクはもう売り切れちゃってるんですけどね、クリアタンクも一応あるんで、また入荷できたらいいな。まあ、こんな感じ。これサテンっていうんですか、これサテンだけど、なんか結構光沢ありますよね。ちょっと光沢のあるサテンみたいな、ちょっと粒子が細かいのかなやつですと。で、メタルタンク、ハーフメタルタンク、これがなかなか、これがかっこいいですよ。まあこんな感じですね。はい、これ一番好きですか。僕は、俺もこれ好きかもしれないですね。メタルタンク、まあ全部かっこいいね。でもね、はい、メタルタンク。で、まあちょっとね、なんかせっかくなんで、このコロのリングとかこういう新しいオプションが出たんで、じゃあなんかセットアップしていきますか。はいはい、じゃあどれやる。
僕これにフルテムリングってどうでしょう。あ、ダメです。え？いやまあじゃあとりあえず一個一個やっていこうか。じゃあまあなんか2人いるからね、文殊の知恵ってことで。とりあえずじゃあ、まあ、V ランドのバラし方とかもまあ一応やっていこうか。オプションがせっかくあるから。まあじゃあとりあえずリングの交換方法を教えますか。はい、これそこ取ります。でこれ硬いっていう声があったんですよ。で山口さんも硬くて、あのここ山口さん舐めさせちゃったんですね。なんでまあ2個買ってましたけど。まあね、こういうのは硬い人もいるんで、な言ってもらえたら、あのね、あの備考欄とかにネットショップだったら書いてもらえれば全然外すし、お店持ってこれたら全然外しますんで、なんか心配な方は言ってもらえたら。でもとりあえずこれに普通に純粋にね、どういう改造ができるかっていうのをちょっと印象でこうやってもらうというか、頭の中で組み立てやすいように一旦ね、分かりやすくウルテムでセットアップしてみます。ウルテムのリングをこうつけてあげて、ウルテムリングつけました。でドリップチップもこのウルテムのフィッシャーとかもまたつけてみようかな。好評販売中。これまあコロモッツ仕様ってやつですね。言ったらこんな感じ、かっこいいよね。これ新発売はないですよね今。どれ？新発売のものはついてる。そう、新発売のもともとできるセットアップですね、これは。俺これ結構シンプルで好きだけど、ね、これかっこいいですね、うん。まあ、ちょっとモッドとかにつけてみようか。手元クラッシーよく出てくるやつ、こんな感じ。かっこいい。もうかっこいいよね。木の色と合ってる、うん。まあ、こんな感じになりますよっていう。なんか山口さんのモッドにも乗っけてみようか。いろんなのに乗っけてみようか。まあもう数動画じゃないからもう見せる動画になってるからね。これもいいんじゃない、これかなりいいんじゃない。いやこれもかっこいいですね、うん。まあウルテムは木とかに合いやすいですよね。まあウルテム何にでも合うと思うけど。おお、かっこいいね。いいじゃんいいじゃん。でじゃあせっかくだから今アーティ使ってるから、アーティも乗っけてみようか。もうほぼ同じなんだけどね、こう色味は。ホーリーアッティも新作出ますからね、もうちょっとしたら。そういえば12月ぐらいなのかな、発売が。いや知らねえ。とりあえずサンプルが、今週俺の手元に届きますね、最終サンプル。まあ、こんな感じ。山口さん気になってるでしょ、ホーリーの新作も。めっちゃ気になってます。まあ、お楽しみって感じですね、そちらも。まあ、動画また出るんでしょ、どうせ。まあ、多分テンション上がって。じゃあこんな感じ。アーティー良くない、結構いいっすね。これ何でも合うよね、このモッド。まあじゃあこんな感じで、まあ純粋な純正セットアップ見していったんで、で次じゃあ山口さんの好みのセットアップいく？ハーフメタル行ってみようか。ハーフメタル。ハーフメタル行きます。このハーフメタルに全然合ってない、どこに。ハーフメタルにこのリング、ウルテムリングをつけてみよう。せっかくだからドリッジも変えてみるか。そうですね、山口さん、かっこいいな。うわこれくないですか、これ。あ、ドリッジも変えてみよう。ドリッジも変えてみよう。見てください、これリキッドが入るとまたちょっと上のタンク部分の表情も変わると思うんですけど、これかっこいいな、なんかなんて言うんだろう。もっと乗っけてみる。クリアじゃないもん、絶対。どっからどう見てもクリアじゃないじゃん。え、超かっこよくないですか、これ。クリアロには見えないね、もう。なんだろうね。おしゃれですね。そこハイエンド RTA です。まあ、ハイエンド RTA っていうか、もうなんだかわかんないよね。ハイエンド RTA でもこんなデザインなかなかないからね。確かに。これはかっこいい。うん、他にも。他にも行ってみよう。クラッシュも行ってみよう。何人でも合っちゃうよね、もうこういうのって。もういいね。これもいいじゃない。おぉ、かっこいい。かっこいいよ、これ。これかっこいいっすね。ちょっと RDTA みたいな。確かに確かに。クになりますね。なんかでも、もうもはやさ、なんかクリアロっていうあの概念をなくしたら、もう RDTA なのか RTA なのかももうよくわかんないね、うん。クリアロとかの前に。まあリキッドルって多分全体的に合うもんね。なんかちょっとこうタンクの中がこう暗いから黒く見えてるけど。はい、よし、こんな感じ。これハーフメタル。ハーフメタルは。これクリアのやつはないんですか。ないんだよね。欲しいよね。欲しいっすよね。まあやっぱね、あのクリアはやっぱ割れたりしやすいからってことで不人気なんですよね、やっぱ作り手側からするとね。じゃあ次いいっすか。これ結構いいよ。はい、わー、これかっこよくない。武骨って言葉がいいんじゃないですか。こう武器骨ですよ。
タケキ骨。タケキ骨ですよ。あの無の方じゃないですね。ちょっとタケキ系。ほらどう。超かっこいいです。超かっこいい。でもこのラインがいい味出してると思います。うんね、ちょっと無骨だけど。そうね。縦ラインを入れてくるっていうね、モッドのデザインに。繊細な感じがする。ラララタブ。いやこれ間違いない。これも間違いないですね。こういう使い方もできちゃうってことだもんね、はい、いいんじゃないで、これにじゃあ白もやる、白とかも見てみるね。そうですね、白白とウルテム合わせるのはなかなか難しいじゃん、セットアップ的に、はいはい、やっぱメタルタンクとかになってくるよね、多分ね。はい、あ、かわいいじゃん、これはかわいい。別にさ、こういう機能持ってるのよくないしよ。はいはいはい、いや、全然あり、ね、いいよね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なにこれ、これいいじゃん、かわいい、かわいい、かわいい。なんか新しいな、これもこれで。白いいね。山口さん白結構好きだもんね。好きっすね、白人気ないんだよね、すごいね。なんでなんだろうね、俺も白好きなんだけど。まあこれはまあこんな感じでいけたってことで、じゃあ最後これいきますか。はい、スペシャルエディション、スペシャルエディション。これクリエイタックとかにしてもいいよね、スペシャルエディション。土日とかもむずいよね。何がいいんだろうね。あれいいんじゃない。これなんかさ、もはやさ、このままでもいいじゃん。はい、はい。なんかあのサテンになんかあれ乗っけてる人が結構いたの。フィッシュアイのなんかクリアとさ、ウルテムのやつあるじゃん。はいはいはい。あれ乗っけてる人とか結構いたから、つけてみようか。なるほど。そんな感じです。完全にウルテム戻りそうなのにしね。ほい。つけてみよう。つけてみよう。ウルテムからいってみようか、普通の。まあ普通にいいよね。普通にいいっすね、うん、まあ普通にいいよこれ。言うことなしよ。あ、クラッシー、あ、いいな。クラッシーはあのポリッシュされたメタルが出てないから。確かにね、これこういうのも面白いね。あと普通の SS のチューブなんかに乗っけるって表情の違いが確かに、はいはいはい、でしょ。これでも結構いいと思うんだよね。あ、いいっすね。こういう使い方してる人結構いたんですよ。サテンにこれつけてタンクが売れてもみたいな人結構いて、面白いなと思ったんですけど、ちょっとリック今やりたいの思いついたんでいいっすかやって、はいはい、5回目の動画なんでもうあの思いつきますよ、無限な可能性を。俺ね、これ多分 V ランド好きで好きで買っちゃう人もいると思うよこれ、はい、スペシャルエディションも欲しいみたいな、コレクターの人もいるじゃない、はい、これをあのこのステンにするとかどう？あー、そうっすよ、ね、それでチューブとか乗っければ、そうそうそう、5回動画やった回あったわ、5回目にしてやっとこれ思いついたわ。これどう、こうしてで、こう、これこうとかさ、こうとかかな、どう、かっこいい、かっこいいよね、これはかっこいい。なんかすごくない？はい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 、はい、なんか高いなんか民芸品みたいな。お、いいじゃん。おいいね。チューブにもちょっと乗っけてみようか、せっかくだから。そう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 、おいいじゃん。おお、これでいいね、かわいい、かわいいね。なんかいろいろできそうっすね、これ。そうっすね、うん、まあでもまあ、いったん5個しかないからね、5個、世界10個の日本5個って、世界10個の日本5個ってさ、そのどういうっていうね。毎回そうだよね、半分。そう、韓国系なんか日本ですごい売ってくれて嬉しいな。これ CR3 番っすよ、ちなみに。下手したら1から5番がうちに来てるとかそういう可能性もあるわけよ、わかんない、見てないからわかんないけど、返事品とりあえず1個開けたら3番だったから、その可能性もだってどうやっても1から10ってことでしょ、とりあえず今うちにあるやつはきっと。わかんないけどね、まあ1から10なのは間違いないです。あのクラブのイベントとかだとさ、何人入ってるかあの分かられたくないからって1200番とかから使ったりするじゃん。これクラブネタみたいなね、やっぱあの山口さん最近クラブ活動はしてないから。してないですね。音楽活動そろそろしたいんじゃないですか。
いやしたいんですけど、世間が、ね、コロナが、いやいや、ああそういうイベントとか作る、そうやりたいですね。どういう、逆にイベントとかよりはどういうあれ、いや自分で家で作るやつ。ああそういうことそういうことで、まあこれねスペシャルエディションこんな感じなんで、まあよかったらちょっと試してみてくださいということで、まあこんなもんですね。そうっすね。セットアップ例を見せてくって結局なんかあのモッドのレビュー難しいしね、アトマイザーのレビューもこうセットアップ例だとこんな感じになりますよっていうのしか見せられないし、最後にじゃあ全部ちょっと見せていくか、はいはい、じゃあまずじゃ あのパリコレみたいな感じで、デン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 、何が出てくるんだ、何が出てくる、白ピントが合わない。あ、白いいね、やっぱり。いや、これは可愛いね、本当に。可愛いですね。白です。白です。で、純正をここで差し込む。ノーマル。ノーマルを差し込む。ノーマルはいいよね、やっぱ。ノーマルでしょ。ノーマルの時点で決まってますから。なんで今。もうこれでかっこいいもん。ドリチやっぱ金属入れたいね。そうっすね。あ、はい、で最後、もっと、あ、そっちからだ。ルール無用だ。いいね、いいね、いいね。まあ、こんな感じですね。これ、このルック僕は本当好きです。このルックね。このルック僕はライクです。僕はライクです。ってことで、じゃあちょっとカメラ戻します。はい、ということで、V ランズのね、セットアップ見せの回でした。はい。いや、ちょっとまた使いたくなっちゃったの。確かにね。山口さん最近エコーばっかですか、ま、そうっす、エコーばっか。実際俺もエコーばっかだった。今日ね、ちょっとまたパティビラのビルドしてみて。はいはい。まあ、ピュアペーパーもうちょっとで、ね、周年なんですよ。はいはい。実は。まあ、この動画が出てから1週間ぐらいかな、2週間ぐらいか。まあ、ピュアペーパーはね、もうちょっとしたら周年イベントなんで、なんかいろいろやると思うんですけど、まあ、周年までにもね、こうやっていろいろ新しいのが届くと思うんで、あとまあ、山口さんが多分動画出してるだろう。出してる、この頃には。もう出してるんです。テレビとかの人ってすごくない？そういうの意識してこう喋ってるんでしょ。そうっすね、すげえな、すごいっすね。そう、これもあのケミカルツリー の, あのクリスタルバスも出ると思うんで、これもねめちゃめちゃうまいんで、これ今俺パティビラムに入れて吸ってるんですよ。あのうまい、レビューしたんですけど、うん、パティが一番美味しかったです。マジで、はい、やっぱりやっぱ り, やっぱり俺もいろいろやったんだけど、結局、うん、エコーとかもいろいろ試したんだけど、これ一番うまいかもなと思って。エコーも素直な味のデカくするんですけど、パティの方がやっぱ解像度が高いですよね。あの難しいこと言うね。あのそれぞれの要素が、はい、ああ確かに確かに。あとドロー感がさ、あのこれ結構こうなんか重みを出すじゃん。はい、だからいいよね。だからこの V ランズも俺めっちゃいいと思う。 V ランズ結構似てるじゃん、その味の出方とか、はいはい、クリアロのこのクリアロで本当はなかなかできないというか、クリアロって空気がこう入って口元にシュッて上がるだけなんだけど、ここになんかちょっといろいろ工夫がされてるんで、その重みを出せるというか MTL に向いてるんですよね。実際吸い心地そんな僕分かんないです。え、違いが違いが、バッチと V ランズ、まあ確かにね両方いいとこあるけどね、まあ、俺縦コイルの味嫌いじゃないんで、全然クリアロ自体がそんな嫌いじゃないんで、ただあの MTL ってなるとやっぱ嫌いってとこあったんですけど、ドロー感の問題で V ランズはその辺も解決してくれてるんで、まあいいんじゃないかということで、まあ本日そんな感じですかね。そうですね、吸うレビューじゃないんで、吸うレビュー、はい、見せるレビューです。はい、なんかまあ、気になることとかねあったら、まあ、あのコメントとかに書いてもらったり、なんかあの底のネジの問題とかはなんかビコランとかにネットショップで書いてもらったり、コメントとかいろいろもらったら、まあ、改善するんじゃないかなってことで、まあ、今日はそんな感じで終わりたいと思います。はい、いやちょっと周年も楽しみですね。楽しみですね。周年結構仕込んでます？いや僕は仕込んでます。あ、そっか。山口さんなんかあれだもんね、あれまだ出してないですか？出してないです。あ、ツイッターとかああいうのも出してないです。あら、何も出してない。そっかそっか、わかりました。あのボロデバイスね。はいはい、ヒント出しちゃう。ヒント、はい、ということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、このセットアップだけを見せる動画ってなかなかやってこなかったけど、まあなんか面白いね。そうですね、いやかっこいい。なんか一回あれやりたいな、いろんなセットアップを見せるだけの動画とかやりたいな。はいはい、ということで、そんな感じでございます。はい、はいはい、今日も緩かったですね。ということで、この動画良かったなと思った方は、グッドボタン、各種 SNS のフォロー、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで皆さん。
まだまたバイバイ。バイバイ。